こんにちは、木下ゆうかのゆるちゃんです。今日はですね、最近私が読んでる漫画を紹介します。私が最近今ずっと読んでる漫画ね、紹介します。なんで今2回言ったんでしょうね。はい、ですね、じゃん、それでも街は回っているっていう漫画です。この石黒正和さんっていう人が書いてます漫画ですね。通称それ待ちっていうらしいです。ですね、ウィキペディアで調べてみると、それでも街は回っているは石黒正和による日本の漫画、通称それ待ち、ヤングキングアワーズにて2005年5月号から2016年12月号まで連載された漫画です。で、第17回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞受賞してるみたいです。すごいですね。単行本は全16巻なんですよね。だからもう完結してますね、この漫画。そう、完結してるけど私今何巻まで読んでるんだ。最近読み始めて、なんか前から存在は知っとったけど読んだことはなくて、読んでるのはね、今ね多分4巻まで読んでます。意外と読んでなかった意外とまだ進んでなかったですね。私いつもね、この漫画をね、お風呂に入るときに読んどるんですよね。で、なんかそう、だから今日もそれ待ちが見えると思ってお風呂がめっちゃ楽しみです。内容はね、このほとりちゃんっていうこのメイドの格好した女の子が主人公なんやけど、この子がおばあちゃんの家で、おばあちゃんのやってるお店がメイド喫茶なんですよね。で、そこでアルバイトしてるわけですよ。で、まあ、友達のメガネのかけた女の子がおったり、その子はメイドなんだけどね。で、あと幼なじみの真田くんっていう男の子がおったり、まあ、真田くんっていう男の子はほとりちゃんのことが好きなんだけど、ほとりちゃんはなんていうかちょっと天然っていうか鈍いっていうか、そういう感じでその真田くんの気持ちには気づかない。でも実はこの一緒にアルバイトしているメイドの女の子、まあ真田くんが好きとか、まあ別にそんなドロドロ全然してないんですけど、まあほのぼの系のなんかね、そう、コメディ、ドタバタコメディっていうのかな、かな。でもこの雰囲気がね、めっちゃ好き。なんかね、ほのぼの人って面白いです。なんか癒されます、めっちゃ。そう、ほとりちゃんに兄弟がおったり、ちょっとロッキーな感じの先輩がおったり、まあ、登場人物みんな結構魅力的です。ほとりちゃんの弟好きだな、私、可愛いんですよね。まあ、でもだから、ね、そのメイドのお店、ほとりちゃんの学校、あとこのほとりちゃんがいる丸子町商店街っていうのかな、丸子町商店街の中で繰り広げられている町のお話ですね。まあ、タイトルがそれでも町は回ってるですもんね。はい、すごいね、結構今面白くてめっちゃ読んでます。漫画はね、いいですよね、大好きです。最近面白い漫画探してる人はちょっと見てみてはいかがでしょうか。あ、これね、Kindle です。Kindle 電子書籍便利です。いつもこれで買ってます。じゃあね、バイバーイ。